ベイチャンネル、ベイちゃんのおもちゃ部屋。どうも、ベイちゃんでーす。はい。今回はね、ちょっとありがたいことにコメントをいただいて、それに対しての、検証動画っていうのをやってみようかなと思います。はい。で、コメントなんですけども、日の当たるところだと動きませんかっていうようなコメントをいただきました。はい。ありがとうございます。はい。そうなんですよね。この2本のベルトは赤外線を使ってセンサーをね使って動いておりますので、日の光が当たるとちょっと反応がしなかったりしますっていうのが説明書だったかなにも載ってるんですよね。はい。で自分もね前回の動画で変身ポーズをちょっと やらせていただきましたが、はい、キレの全くない変身ポーズをやったんですけど、その時に撮った場所、最初、家の中で明るいところで撮ろうと思って撮った場所があるんですけど、そこだとやっぱ反応がしなくて、最初自分も、あれって壊れちゃった、どうした、なんだろうって思ったんですけど、そうだ、日の当たるところっていうか、日が当たってるとダメって書いてあったなっていうのを思い出して、結局いつもの今撮ってるこの部屋で撮ったんですけど、なのでその前回撮影をしようと思った場所でちょっとね検証をしてみようかなと思いますので、そちらへ行きましょう。はい。ここがね我が家で日当たりがいい場所なんですけど、ここで2本並べてちょっとやってみたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。一応カーテンを閉めてる状態で屋内でやったんですけど、カーテンを閉めていてもやっぱ日当たりがいい時間帯だったり場所だと反応がない感じになっちゃいますね。でせっかくなんでベランダ側に出てね本当に外で屋外でもやってみたんですけど、やっぱり反応はしなかったっていう感じですかね。はい。遊ぶ際は屋内であったり日当たりが悪い場所っていうんですかね、直接日光が当たらないような場所で遊ぶ分には問題なく動くと思いますので、はい、遊ぶ際はそういったところに気をつけてもらえればと思います。外でね再現とかして遊びたいっていう方もねいらっしゃるとは思うんですけど、でも作風がねすごい明るい作風ではないので、結構影のある場所だったりそういったところでも遊んだりするかなと思うんで、場所によりけり外でも多分遊べるというか反応はするんじゃないのかなとは思うので、そういった場所を探していただいて、楽しんでいただければと思います。自分は基本的に部屋で遊んでると思うので、はい、この部屋でやってる分には問題なく動くので、
はい、これからも遊んでいきたいかなと思います。では最後せっかくなんで、10話の同時変身でもやってみましょうかね。はい、はい、では今回はこの辺で終わりにしたいと思います。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントも待ってますのでよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。